州都は、ギニア湾岸の巨大な双子都市、セコンディッタコラディで、港湾都市アクシムのほか、エルボなどの内陸部の丘陵地域も含んでいる。西は、コートジボアール国境に、東は、セントラル州に、それぞれ接している。ガーナの国内最南端水位、ポインツ岬も、この州内にある。ガーナの初代大統領を加めエンクルマは、この州の出身であった。 この州は、ガーナで最も雨の多い地域で、緑の生い茂る丘陵や肥沃な大地が見られる。また、大小数多くの近郊が存在している。最大級の川は、州東部のアンコブラ川、ビア川、ブラ川などである。州西部を流れる他の川は、部分的に国境線を形成している。自然保護区としては、アンカサ保護地域が設定されている。 文化で、支配的なのはアカンヒトの氏族であるンゼマ、ワッサ、アオイン、セフイ、アハンタなどのもので、言語は、ファンティ語、ワッサ語、セフイ語、アハンタ語、ンゼマ語、英語などが使われている。宗教は主に、キリスト教とアフリカの民族宗教である。ガーナの初代大統領園クルマは、この州のンクロフルに生まれ、その東にあるアクシムでは1930年代に、 共鞭をとっていたこともあった。彼は死後、ムクロフルに葬られた。ギニア湾岸には、1512年以降、ポルトガル人、オランダ人、イギリス人、ドイツ人たちが築いた、城塞軍が残っている。奴隷貿易の拠点となったこれらの防衛施設軍には、ボルタ州、グレーター、アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城塞軍の一部として、 ユネスコの世界遺産リストに登録されているものもある。この州には、数多くの中東教育後の教育を担う学校がある。教員や看護師を養成するカレッジや、工芸技術学校群、タルクアにある、鉱山技術大学などがそれである。ウェスタン州の軍この州に含まれる軍は、以下の14である。ありがとうございます。